亡命先でアスリートとしての活動を続ける模様です。東京オリンピックのベラルーシ代表で強制的な帰国命令を拒否し亡命を求めていたチマノウスカヤ選手は4日、亡命先のポーランドに到着しました。チマノウスカヤ選手は欧米メディアにベラルーシに戻りたいとの意向を示していますが、ベラルーシの政権関係者の反発は強く、当面はポーランドを拠点に選手としての活動を続ける見込みです。